木村文子は日本の陸上競技選手。専門は100メートルハードル。エディオン所属、テレビ出演等のマネジメントは三 k が行っている。陸上界屈指の美女ランナーとして知られ、愛称は陸上界の篠田真理子。広島カープの大ファン。広島県広島市朝北区壁出身。広島市立壁南小学校広島市立壁。 中学校広島県立祇園北高等学校を経て横浜国立大学教育人間科学部卒業。横国大時代は日本学生陸上競技大抗選手権大会の100メートルハードルや総幅飛びに4年連続出場した。2009年の第78回大会は100メートルハードルで2位。大学4年の2010年9月。 第79回大会の100メートルハードルで大会新記録となる13秒28をマークして初優勝を飾った。2011年4月、エディオンに入社。6月の第95回日本陸上競技選手権大会の100メートルハードルを13秒32の記録で制して大会初優勝を飾る。同大会では総幅飛びも10位の成績を残した。 7月に神戸で行われた第19回アジア陸上競技選手権大会の100メートルハードルに日本代表として出場し4位に入賞した9月に行われた第59回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の100メートルハードルでも優勝10月の第66回国民体育大会青年女子100メートルハードルも 自己新記録となる13秒19の記録で制した。2012年4月、第46回、小田未清記念国際陸上競技大会の100メートルハードルは、自己新記録となる13秒04を記録し、優勝した。6月の、第96回日本陸上競技選手権大会の100メートルハードルは、2連覇を飾って、 ロンドンオリンピック女子100メートルハードル日本代表に選出された。ロンドンは13秒75の予選1組7着であった。また、自社の CM キャラクターに起用された。2013年6月の第97回日本陸上競技選手権大会は13秒03を記録したが、志村ひとみに僅差の2位。7月、インドプネーで開催された第20回アジア。 陸上競技選手権大会に出場し13秒25の記録で優勝、アジア上王に輝いた。2017年8月のロンドン世界陸上では予選2組で13秒15の4着に入り、世界陸上では日本人初の女子100メートル H で準決勝、進出となった。準決勝2組では13秒29で8着に終わった。2020年10月、 広島大学大学院人間社会科学、研究科人文社会科学専攻人間総合科学、プログラム博士課程前期に入学。2021年1月、同シーズン限りでの引退を表明。2021年7月の開催となった2020年、東京オリンピックの陸上競技女子100メートル、障害予選では13秒25で予選7着に終わった。ありがとうございます。